園田の地元にはジェラートが売っていません。ラーティーマン、ゲオ、お願いします。なんでなんだろう。ちょっとちょっと売ってるっていうの。ああ先週を踏まえて、ちょっとなんでしてよ。もうこれは先週を踏まえてをうまくやろうとしてますよね。モーションこれしてる。アイス系のお社会1位と売ってない。あ、そうか、評価しか売ってない。そうある、そうある、あ、そうある、あるそうある、あるもある、あるもある。何ですか、何ですか。レモン、レモン、あー、あるあるある。ある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 じゃねえ。もうお前が知ってるかどうかな。あれ、あのコールドストーンってこの世からなくなりました。あれ、日本に2個ぐらいしかなくなりました。あ、やっぱそうなんだ。やったよね。いや、そうです。サンシャインはマリオサーティワンになりました。すごい、ハイリオワンがすごいいい曲に出した。え、何歌うからだよ、コロナで。あ、そう、こんな歌ってこんなの使っとったの。最悪だったよね。ハッピーバースデー。そもそも最悪な食べ物じゃん。やべ、まだあるんだね。コロナ前から思ったんだ。すごい無理だね。俺、ちょっとマスク出して、ロケットやん。一番飛ぶじゃん。一番飛ぶよ、スキャンパー。一番飛ぶ。一個しか作れない。楽しみにしてくれてる。ヨゴハが。お前なんだ最初。最初。最近多いね、これ。どっちも自分頭の中で。先週の放送でゆうたが一言も喋ってなかったみたいなので、あ、はい、ちょっと近況聞こうか。近況、なんかここでまずみんなで話したいポスでも何でもいいですけど、近況、一人一個持ってこないとダメですからね、本来はラジオ撮るんだから。あ、なんか、ね、みんなみんなみんなに出させてもらったんですけど、っていう話か、かお、お品書きが選べるんだ。しなせよ。中尾明もお嫁さんでおなじみ。毎日夜ご飯のメニューを渡すらしい人し、いいね、いいか、でも偉いは偉いよ。絶対できないからな、自分だったら。絶対できないね。旦那さんのために、ね。だって、全部用意しておかなきゃいけない、その日の会議。そうですよ。何が来てもいいよ。何も食ってきたとか言ったらね。たまったもんじゃない。最悪の名前だ。食ってきたんだ。何やってんの。近くに、なんかよく500円の海鮮の屋があるね、どんまるあれがあったんですよ。あれってなんか最近なんか価格変わっちゃったらしくて、500円じゃなくてなんかおかしいなって思った。え、いくらの？なんか550円からなんかネタが良くなるにつれて600円になって800円になって1300円ぐらいまでになって、あ、そのルールじゃなかったんだ、もともとなんか変わっちゃったんだろうなって思った。エボダイあったやな。そうなんですか。あ、もう立ち芸の目の前にあったじゃん。パソコンの修理屋さんの隣にあったじゃん。電気商売の。あー、そうだそうだそうだ。すごいみんな食べてたよね。俺本当に食べなかったぞ。なんか本当にちょっと全然牛丼の方がいいじゃんって思う。500円から。だって500円の魚より500円の肉の方が信用できません？火を通してるから。怖いじゃない。生物の弁当ってちょっとハラハラしますよね。いや、そうだ。特に夏場はまた大丈夫だからやってるんでしょうけど、なんか頼みづらいですよね。海鮮丼の器がさ、持った時にへにょってなっていい？フラフラ
ないですか。美味しい。だってさ、銀の皿とかはさ、最近プールあるけどさ、うん、ちゃんと寿司置き場を回収する文化でも寿司って。やってますね。まあ、そこごと楽しんで食べるもんが海鮮じゃないですか。あのさ、外で手軽に食べるんなら別にそれこそ鉄火巻きとかって言ったら外で海鮮丼を食べる意味ってそんなないと思うんですよ。おすごいね。しかも海鮮丼なんて倍払えばすげえ美味しいもん食えますよ。そうそう、それは私もそう。両親の地元なんかな。ああ安いし、すごいんだ、すごいんでしょ。なんか揚げた、揚げた、何してるの。自分のファンじゃなくてもすんなよ。ねえ、嘘つけ。あのだからこの寿司の生物のお弁当怖い話1個あるんだけど、渋谷にさ、フードショーってあるじゃん。はいはいはい、地下わかる、食品売り場よ、はい、ちょっといい、まあ、ちょっといいお肉とか、うん、お魚とかってとこに寿司置いてんだけど、食べたくて買って帰ろうかなと思って、でそんなに家遠くないから渋谷からあの買って全然行けるぐらいなんだけど、サビ抜きが売ってなくて、でなんでか一生懸命考えて、でこれあれだ、その腐らないみたいなの多分わさびにあるんだわ、絶対そうだと思って調べたらあって、お自分のこと好きだわって思って自分のこと好きな話じゃねえか。ごめんなさい、少し怖い話じゃない。最後の最後にまだ怖いか分かんないのそれ。さてそういうタイプのお店あります、そういうそのもう生ものなんかどうだっていいんですけど、うん、そのいい逸話ありそうだなと思って調べたら本当にあったのある。正解だったってことね。これできる人が一番頭いいと思う。うわーなりてー、頭いい人に。あのストライク、ボーリングのターキー、うんうん、なんでターキーっていうか俺当てたんで、ノーヒント一発です。はい、あポケモンなんですけどタイプ相性になるし、ターキーターキーを当てるでしょ。なんでいいか、あ、なんかしてた、びっくりした。ほら今なんでターキーっていうか知ってますかで入ってあげたから、そう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 、ターキーターキーを当てるんだ。まあ、最悪の顔、最悪の顔ポケモンなんで。ポケモンの話したい、俺の最悪の仲間。一番ダサいよね、そんなの。流れ分かってなくてする話だから一番ダサい。ポケモンのタイプ相性の話。マジで聞いてなかった。あ、ダーキーは別にいいんで、あの、なんか取ったら、あの、チキン食うんじゃないのみたいな。え？ターキーで？あ、そうそうそう、本当ターキーじゃないって言ったら、本当にそうだった。やばいの？諸説あるっぽいけど。ああ、なんかあるけど、まあ、そうそうそう。何？くれる？ターキー取ったらチキンくれるって言いませんでした？いや、食べるみんなで。ああ、た、ああそういうことか、お祝いでね。それはですね。いや、理解した。で、何？ポケモンが。すいません、ポケモンなんですけど。じゃあ聞くよ。タイプ相性の虫タイプと悪タイプの虫の方が強いっていうのがあるのね。な悪タイプのポケモンに虫タイプの技を打つと効果抜群なんだよな。そう有利なんだけど悪が虫に弱い。そうなんでって思った時に俺も虫いや待って当てたいかも。え知らない知らない。うわ知らないんだ。おすごい一発でこれはいいクイズ。そのポケモンを知らない人でも答えれるもんね。これ確かにマジで関係ない。虫っていう要素と悪って悪ってもうその悪いものっていう要素ね。まあ全然諸説あるやつだけど、みんな言ってるやつだったら、なんだろう、マジでわかんないの。はい、弱肉強食で一番上の動物を食べるか。違います、残念でした。一番上を悪としてる。ちょっとだけ思想が変わらない。ライアンチライオン。虫一で分解者と森の分解者。残すなりぐちゃぐちゃの死体になぐちゃぐちゃしたいっていうわけ。ゆうた知らないもん。いや、わかんないですね。ポケモンぐらいしか知らないじゃん、この世。ポケモンぐらいしか知らないけど、言うとなったことない。
くれよ。ずっと俺の印象が悪いって先週から。ヒント。ヒント。ヒント、まあ、虫というか虫のテーマモチーフというか印象。虫といえば虫そのものではなく。何だろう。ヒントだろうや。本当だろうって。ヒントなしやってんのに。虫のモチーフ。虫のモチーフ。虫は虫だよ。虫は虫だよ。あ、そういうこと。昆虫の要素。昆虫の要素。頭の上から。足が六。虫といえば子供に人気の。あ、カブトムシ。違う。なんだっけ、なんか。カマキリ。チョウチョウ。違う。絶対あれだ。あ、じゃあ虫、何の虫か教えてあげようか。あ、バッタ。え、キモい、一番嫌いなんだけど。やめとけって。本当だよな、俺も触れないもん、あの虫。え、すごいか。あれか。テラフォーマーズってこと。違う、なんでテラフォーマーズ先なんだよ。ユウタさん。分かった。仮面ライダーってこと。そう。ああ。へえ。仮面ライダーとかバッタか。そう。あ、確かに。あ、そう。悪に持ち込んですから。そう。正義。じゃあ虫が正義みたいな。へえ。感じ。それはでも揉めないのかな、石の森。石の森翔太郎と揉めないのかな、それは。まあまあもういないでしょ、あの人。権利は。いなければ OK の人。本人とは揉めないよね、だから。次から。両枠いないんじゃないか、俺は。何が脇が入りすぎて。まあ、っていう説。うん。対抗練習はね、結構やっぱそれなんで。これ、自分で気づいた。それは何、気づいた。気づいたというか、じゃないと思ったら、みんな言ってた。ああ、でも怖いな。そういうこと。ある、みんな。いや、真面目にクイズ考えすぎだろ。僕もあるから。あ、いいね。こう、鏡をね、見てたんですよ、こうやって。そしたら、右肩が下がってるな。これなんだって思ってる。なんで下がってるんだろう。クイズにしてよ。クイズにする。クイズにする。え、クイズにできない。あ、でも鏡を見て、こうやってもう分かったんですよ。なんでだって考えてたの。あ、右肩が下がってる。右肩が下がってる理由。クイズ。こうやって寝てるから。違うんだな。鏡を見てたら分かるな。鏡を見て考えてたらもう分かる。鏡を見て、え、なんで右肩下がってんだって考えたらもう分かる。なんか持ってた。何も持ってない。もう手ぶら、手ぶらで。それはもうウミガメのスープだ。次に何か持っていましたかじゃない。骨盤が歪んでいる。まあまあそれはそうなんですけど。全然なのです。なんでずっと歪むのっていうのが鏡を見て考えたらもう分かった。鏡が割れてた。なんで。え、世界中それっぽい。それっぽいな。鏡が歪んでからのこう見える。鏡が歪んでた。そうそう。お風呂を越えた。じゃあ、やってあげる。間違い、ゴミですって言ってた。ゴミですって、もう一回見せる。やってあげるね。自然が見せる。うわ、肩歪んでんな。これ、なんで歪んでんだろう。え、歪んでるんだ。私、右足に重心があるから。そう。任せ。肩先の可能性ない。肩が重いから重心が右足になっちゃった可能性ないなんて。そうなの。ね。え、でも左にはいかないじゃん。なんで右こう歪んでるの。考えるときにさ、右足に重心がなかったらさ、もう自分の中では気持ち悪いことでしょ、うん、それが。でも最初肩に何かあって気づいたらそういうあれになったかもしれないじゃん。あ、深まりますね、謎はこれは。いやいや、全然卵が鶏だみたいな感じではない。どっちだろうな。
全然違う。あるなんかみんな。自分の中。そもそもね。なんで全員クイズ参加するんだよ。面白かったね。楽しかったクイズ。もっとしたいけど思いつかない。誰かも見てるし、メモしてるかも。してるか。すごい。そう、うんちく的なことをね、が浮かばないとその発想がね出てこないですからね。でもどんだけみんなが普段その何も考えずにしてるってことですよね。気にしてるか。そうだな、ずっとポケモンのこと考えて歩いてるのか、そういうことを思いつくわけで。あでも出てる方マシか。いや、うずうずいいしょ。これさ、でもさ、あの、俺らがそうなってる可能性もあるっていう話なんだけど、あの面白そうなの。タイトル忘れちゃった。あのバラの。あなたはとハイヒールですか。あなたはとハイヒール。あれでもそうだよ。そうでも本数さ、うん、言ってないじゃん別に。あの最後言ってないってな。コメント欄でさ、気づいてる者たちがいるのよ。ああ、そうだね。あれ、まあ別に天狗になるとこじゃないけど、嬉しいだろうなと思って、本人たちは。考察班が分かる。うん、だよね、やっぱね、なんかバラの花使うのって難しくて、どうしても。うん、全部に意味あるから。全部の本数に意味あるから。一応全部調べて。一本のバラの花の言葉が良かったから。そっかってなっただけで、まあでもなんか適当に作ったわけだけどね。おいおい。めちゃくちゃ言ってたけど。みんなには言った。こうなった時に、こうなった時に、なんか後付けじゃんって言われるのが本当に悔しかった。先に言った。先の方が嫌か。目先の会話に集中しすぎる。いいよ別に他のこと考えて。豆知識、豆知識知らない。豆知識だからさっきのそれこそ蓮見さんのなんでだろうって思ったものが正解だったみたいな話じゃないですけど。うん、でもクイズにはしてほしいな。クイズ、じゃあ本当クイズだけ出します。全然全然クイズだよ。クイズが好きだったのか。チュッパチャプスってあるじゃないですか。あの宮川大輔さんと違う、もっと組んでたコンビじゃなくて。それはチュッパチャプスですね、すいません。なんなん、マジで言いたいだけじゃん。クイズじゃない、クイズじゃない。あれの、まあ、でも結構知ってる人も多いと思うんですけど、あれのあのパッケージ、俺分かる、俺分かる、パッケージあるじゃないですか。じゃあ待って、いいじゃん、分かるの嬉しいんだから。もうクイズさせてよ、勉強しろ。全然知らねえよこいつら。吉原いいや、もう全然知らねえよ。ねえ、出せダセえからこいつら全員。ダセえとできなくても。クイズできないよ、答えするから。自分はあーもう切れた話だよ。なになになに、あーもう、ねえ、ねえ、なぜわかるっつってね。頭脳をやってるじゃないですか。日大を、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 日大俺が高校生クイズに遊びで出た時は、俺はそれ知ってる、問題も知ってるから、ちょっとあれはね、もう分かんない。俺もその昔の話すぎて今一問だけ覚えてる。え、ディズニーのじゃなくて。それは別に分かるでしょ。まあそうか、それはあのステラルーが俺分かんなくて脱落しちゃった。おかしい、面白すぎる。面白すぎる。男友達ね。で、その時言ってたの、韓国の信号機、日本と違うところがあるんですけど、何が違うでしょう。はい、赤と青が逆。わあ、すごっ、知ってた。これ知ってる。うわあ、頭よ。これ気持ちいい。なん、まあでも文化じゃ別に、まあ、ただそうなっただけなんです。知識問題。でもそうだもんね、赤が危ないって人が決めたことだから、うん。そういうこと、逆って。じゃあ出します。はい。
第一問。金字塔を建てるの金字塔とは何のことでしょう。知ってんな。何だっけな。どっち？え、どっち？どっちよ。はい。選べたいか。いやでも押す方です。押す方。じゃあ岩井さん。金閣寺。違います。あでもいいね、いいねあれあげたいわ、カラクリテレビの惜しいやつ惜しいやつじゃあ、ゆうなさんえピラミッド正解ミジュってるな、カラクリテレビで言うところずっとカラクリテレビでやってるあの人関根さんが面白さだけで優勝するときあるその日のご飯マジでいいなこういうのあれなんかボケると白いチョココロネみたいなのもらえる似てるね何も打てないピラミッドなんだそう、金字塔はピラミッドなんか確かにきつい問題として聞いたことあるなっていうのがあるねそういうのがいいねこういうのがいいですね。そのだのもなんか問題として知ってたもん俺もなんか。ああ。まあマジで雑学王で。そうだよね。雑学王ってあったね番組。あったあったな。あったけどあったり引っ込むじゃない。伊集院さん。おお。爆笑問題司会で。あそっか。そうだそうだ。テレ朝アナの。うん面白かったけどな。まあ雑学って。絶対面白いから、ずっと伝らないから。あ、じゃあ、どれにも出そうか。うん、消防車。これ雑学王って覚えてる。前田も答えていいからね。消防車のホースあるじゃないですか。放水のところのあの車のところにあのメーターついてるんですよ。なんででしょう。放水放射。放水車っていうのかな、水がバーって出るじゃん。あそこの水のメーターがついてるんですけど、それは何ででしょう。出しすぎ防止。あの押してくださいね。はい。バカってやっぱ日大用。日大用はやっぱね、ボタン押してない。出しすぎ防止とか言ってる。ちげえのに。そもそものルールも守れない。出しすぎ防止じゃない。ああ。節水とかそういうことではない。メーターってない。こういうこと。いやだからどうあこれはいあれだ。なんか市民とかが見てあのスピード出しすぎてないからバレるようになっててそれで安全を守るようにしてる。スピードメーターじゃないから。スピードメーターじゃない。あとだから水の量ですよ。水の量のメーターで。はい。なんか当たったら死なない程度の圧を計算できる。いやでも違います。いいです。そういう答えも出しすぎパーシーじゃない。はい。悪いレジさんくん。はい。水の飛距離のメーター。違います。冷た。同じようなことやったから。惜しいって言うでしょ、そうだったら、本当に。考えたって。めっちゃ答える。はい。あの、救急車じゃなくて、その消防車のタンクの水の量の。ああ、違います。そうやって考えてるとね、正解が出ないんだね、これは。意外と、ひねるっていうか、すごく初歩的なことなんですけど、当たり前っちゃ当たり前というか、すごい気持ちよかったです、これ。だから記憶に残ってる。気持ちよかった。初歩的？すごく初歩的な話。はい。はい、その分の水道代を払わない。正解。おお。だけどでも下の細いところから汲んだりするでしょ。だから使った量を、あって、後で水道料金払う。そうなんだ。記録みたいなことだ。じゃあ、まあ、そうね。すげえ。すごい。めっちゃ面白いこれ。気持ちいい。もうテレビで見た話。もう早押しクイズ。はい。はい。あ、でも。これは、まあ、さっきとちょっと似てるんですけど、語源系なんですけど、はい、野球用語のゴロはもともと何という英語が転じてできた言葉でしょう。英語は分かんないよ。なんだろう。ゴロがついてる単語が一個も出ない。いや、でも転じてたもん。そうです。カンボジアがカボチャになるみたいなこと。
でしょ。人が教えてるじゃん。これカンボジアのおばちゃんから出てたよ。ごめんな。考え方を教えてる。答えを順番に持ってる。そういうところ悪いけどさ。はい、ヤヤさん。ゴルフ。あ、違います。そういうことじゃないもんな。これのむずいか。え、待って。知ってる英語かどうか。英語。はい。バルーンウィング。違う。出なそうなんで言うんですけど、ゴロっていうのはグラウンダーっていうのが展示で、あんま良くない問題だな。あんま良くない。これも面白い。一大生が分かるわけねえだろ。まあでも。ウクライナが出してるからさ。こうなっちゃう。日本人情報だといいけど。イタリア語で小さいという意味を持つフルートの派生楽器は何でしょう。あ、待って。これ知ってんな。はい、ピッコロ。正解。ああ。ちゃんと知識だ。悔しい。こういうので負けたくないのに。細長い布を意味するインドなど南アジア地域の女性が着用する民族衣装の名前は何でしょう。あ、なんかあるね。はい、なんかさ、はい、知ってんのよ。もういつもさ、ボタン押してね。はい、どうぞ。ターマ。いや、あ違うね。頭、男の感じ。そう、女性向け。え、違う、なんかさ、なんだっけ。違う、なんか、ミスターみたいなやつよ。あ、でもなんか、今朝は重さ。ミスターはお祈りの儀式じゃん。ちょっと出てるか。最初の文字。さ。さ。サバト。違います。サバト。え、言っちゃいけないことってマジ。いや、全然これ大丈夫。待ってくれよ。俺らもう何なのか分かってないから。悪魔の仕方とか意識みたいな。あ、はい、あれ違う、サリー正解。あー、おーしゃー。はい、次いきます。これは知っててほしい。第二次世界大戦の沖縄戦で多数の犠牲を出した沖縄師範学校女子部と第一高等女学校による学徒隊を伴った沖縄陸軍病院第三外科に立つ慰霊碑のことを、その学徒隊の通称から何の塔と言う。はい、ヨエさん。梅売りの塔。正解。次。もう日本史系多分無理。オーストラリアの先住民のことをアボリジニと言いますが、ニュージーランドの先住民のことは何と言うでしょう。はい、誰。はい、ハセさん。イギリス人。あ、なるほど。面白すぎてエベレグおもろそう。一文字だけ出てないテケポンとかでね。テケポンで最後一文字だけ。ニュージーランドといえばラグビーとかです。ハカ、それはダンスのこと。アホすぎ、アホすぎます。時代がね、時代よ、な時代よ。ファースト時代を止まんじゃった。なんかその間違いとかじゃなくて、そのバカだ。正解はマオリ族。ああ、聞いたこと。あいつ知ってんの。いや、知ってますよ、それは。え、ま、マオリ族は聞いたことありません。ちょっと前だけ問題出してもらえません。あ、じゃあちょっと全部答えれるってことなの。こう、じゃなきゃおかしい。そんなことはない。そんなおかしいじゃなくて、だってあの裏口入学だけ。日芸生にまくる。日芸じゃないんだから。東大なんでしょ、だって。東大じゃないですよ。ねえ、なんと東大。東大に。東大に気になるラッキーマンまとめてみました。あの可愛い女性は。これもなんかね。爽やかな出来上がりです。これ。爽やかで出来上がり。何見てんの。お前今日なんかパックせろみたいな。前髪整えたらパックせろみたいな。イテウォンクラス。イテウォンクラス。イテウォンクラス。ちょっと似てるかもしれない。確かに前髪の感じ。うん。髪こうしたら。こうやってこうやって。そう、あ、見てないのかお前。うん、わかんないです。だからこんな空気になっちゃった。したよ。わかんない。5分くらい経ってた今。それね、すごい長かった今。問題です、はい、ソースのブルドックソース
名前の由来は何でしょう。はい、創業者が見てた。違います。はい、創業者が飼ってた。違います。意外と単純というか。ブルドッグさんが作った。違います。いや、サンドイッチみたいなことはそれ。サンドイッチ。いや、それはサンドイッチみたいなことは。そうでしょ。ブルドッグソース。初めて作った時にブルドッグが美味しそうに舐めたから。違います。もうかっこいいそれ。なんかいい。素敵。すっごい単純ですね。はい。ブルドッグ入っているから。サイコパスクイズ。待って、名前なぜブルドッグ？ソース。ソースか。中濃ソースだ。うん、中濃ソースですね。ああ、そっか。うん、あれあれ。ブルドッグ入ってる。え、その段階なの？ちょっと待ってよ、それはまずいって。ソース何？私もちょっと。え？嘘嘘。え、絶対食べない。絶対食べない。ソースとか。あ、でも正解出してないから携帯いじらないとまだ。ああ。裏口ないんじゃないか。裏口の癖が出てる。大学受験知らないから。いやいや。嘘東大、嘘東大って。東大生ではないんです。言ってないです。分かった俺。はい。ほっぺが落ちちゃうぐらい美味しいからじゃない。正解は。当時人気だったから。当たるわけない。ふざけんなよ。なんだそれ、人気の時代なんかねえし。ブルドッグソースは中濃ソース。こっち来て四角い。あ、そうなんだ。あっちの方が。でもそうか。こっちの方がクイズとしていいよ。オタフクソースだ。オタフクソースはお好み焼きのソースでしょ。なんか違う。トータスを出してるのか、中の。そういうことか。いいよ。僕もテレビで見たクイズ。いいよ、もちろん。ブラタモリかなんか見たんだけど、はい、あの有楽町のこういう屋根のが尖ったコンバ、あの交番があるんですけど、うん、そこになんかデザイン的にこうレバーみたいなのついてるんですよ。棒があって上に丸っこいのが乗った。うん、なぜでしょう。交番不有楽町の交番で。園田さん。ピン。地図の。あ、でもピンですけど、地図ではないです。あれ？え？じゃあ当たるぞ。もうピン。あ、設計図のピンをそのまま作っちゃった。正解です。やった！すごい。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 よく考えてみた。設計図の時に刺してたまち針をそのまま、あ、これデザインなんだってことで、その交差点の交番にしたみたいです。面白い。ブラタモリ、おもろい。すごい。いや、もう全員答える側やりたすぎて黙っちゃったじゃん。うな重の、波特上の違いは何でしょう。あれ、なんか言ってなかったっけ。いや、俺は松竹梅ですね。俺が食べたとこは加賀屋さんですよ。ああ、うん、うなぎの種類違います。でもだからご飯の量違います。うなぎのでかさ、直径。正解です。うなぎの量みたいです。へぇ、当たり前じゃない。そうじゃないでしょ。え、何そうなの。サイトが、サイトが悪いです。うなぎ屋のホームページから。うなぎ屋のホームページから。メニュー表で出してる。それで、両親と一緒だよ。そうじゃないと思う。そう、面白いな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 。そう、面アブラカタブラの意味とは。アブラカタブラの意味。意味？向こうの言葉ではあるでしょ。日本語じゃない。アラム語ですね。はいはい。スチームブイブイ。あ、違う、ちゃんと意味が。ごめんなさい。ちょっと間違えます。間違えますじゃなくて。ふざけないでください。ちゃんとやってください。あ、痛い痛いの飛んでいけみたいな。
あ、違います。春に使うかもしれないです。春に使うか。はい、アレジオン。あ、でもいいとこ言ってます。ほぼアレジオン。アレジオンって言う。目薬。違います。アレジオンの方が近いです。はい、花よ酒。あ、違います。から薬、風邪薬。違います。ハクション。あ、めちゃくちゃ近いです。え、クソ。くしゃみ。違います。もうなんか言葉ですね。願いというか悪霊退散的なことです。あ、鬼は外、うちは、くしゃみが近いです。はい、はい、風よ吹け。違います。どういう考え方なの。答えはハクション。待て待て、はい、待て、え、ハクションが近いの。ハクションが近いです。サカナクション。違います。大人だけ。大人だけ。オトラクション。オトラクションです。オトラクション。席、コムかな。ゴホゴホ。言葉なの。言葉です。受験合格みたいな、そういう感じのちゃんとした意味がある願いみたいな。桜酒。違います。花粉症。正解。アレジオンがもうほぼ正解で。アレジオンって花粉退治みたいな。花粉退治。あ、そうなんだ。かぶらかたぶら。なんでな、本当に嫌だったんだ。向こうにそんな花粉のイメージないから、うん、まさか。前だバイト行かなきゃいけないんだ。そうですね。すいません、ちょっと行ってきます。ごめんごめん。すいません、ちょっとクイズなんか楽しませて。私は有意に付き合わせて。すいません、出させちゃった。なんか、薬すらが一問あるっていう。あ、そう、最後それ。あ、でも最後。あ、でも、あ、はい。時間的にも。うん、いい感じだね。ちょっと最後じゃあ。ラスト1問。じゃあ、みんなシャチハタあるじゃないですか。うん。このハンコが、あ、そう、シャチハタっていうのは本当はシヤチハタって書くんですよ。うん、ちっちゃいやじゃなくて。そうそうそう。それはなんででしょう。シヤチ。シヤチハタ、何もピンとこないね。なんか近い言葉がない。キモすぎる言葉として。あ、でも本当なんかこれも単純ですね。単純な、はい、はい、モノグラムになってて、おシヤチハタで入れ替えた言葉がシャチハタの元の。違います。違うんかい。すごかったと思います。はいはい。でも元の言葉思いついてから答えてる。アナグラムの人。アナグラムだった。いろいろ違うんですか。間違いない。全間違いない。3つで3つ間違えちゃったから喋ってる。履歴書とかに押すじゃん。だからそのちっちゃい人間じゃないですよみたいな。縁起が悪い。いやだと小さい文字だと縁起が悪いっていうか。験担ぎみたいな。あ、違います。泳がされる。泳がされる。ちょっと泳がされる。はい、違うかな。ほんでほんで。ずっと絡み見てる。グラグラしてる。矢を大きくした理由ですね。あ、でかいや。でかい。いや、でか。あ、これも、はい、はい。
昔の印刷方法でちっちゃい文字を作れなかった。違います。なんか惜しそうだ、ね、惜しそう。うんこれ答え大きくした理由大きくなった大きくあそう大きくしたんだよそのシャチハタって書いてみてあこれ大きい方がいいなあ大きい方がいいななんでそういう感じカタカナでロゴマークだったんだ昔シャチハタって答え言おうとしてるヒントが進みすぎてるカタカナめちゃくちゃヒント手前あ答えの手前ですカタカナでロゴマークカタカナでロゴマークはいはいだった、ね、シャチハタでっかくした方がいいえ、なんでだシャチとハタっていう単語があったから違います何ですか今のちょっと断突然に時代を感じさすがさすがこんな答え、この答えこんな感なんかちょっとあれしてきたなんか怖くなってきたこの答え出題者が不安になるやんな本当に簡単だから聞くまあまあまあこれだけ言うって聞くわね、うん、じゃあ読むね矢を大きくしたのは昔カタカナのロゴマークだったときにバランスのいい見た目にするためだった。そうでしょ。はい。マジ。やった。じゃあ次。なんかどうやってやったの。じゃあ次。本当は私原価次だったときにクイズになるんじゃないの。これ初めて。クイズにするレベルの、ね。なんかそっちの方がバランスが良かったからなわけないじゃん答えが。でも本当は私あのシャチハタって永遠とインクが切れないじゃないですか、うん、あれはなんでっていうクイズにしようとしたんですけど、うん、本当に物持ちがいいだけだ全然一緒だって今のどっちにしようなんでシャチハタがクイズ出そうとしてるんですかなんでシャチハタが元にあったシャチハタが不思議すぎちゃったなんか魔法のアイテムが残ったんじゃないシャチハタから3本出そうとしてずっと何かあると思ったずっと思ってるのシャチハタって不思議だなと思って今出そうと思ったんだけどシャチハタの、その、なんだ、なんかこう繰り返ししにくなっても押せるのなんでっていう、なんででしょう、うん、よく、この間聞いたんですよ。すごいすごいお前なんだよ、シャチハタクイズだずっとたどり着かなかったんだよ。どういう仕組みかっていう。どういう仕組みかっていう。確かボタボタ垂れちゃう。どうやって作ってるんでしょうか。なんででしょうか。はいまあ、なんとなく当てれたらしょ。主肉を掘ってる。あー、ごとってこと、うん。あ、違います。だってね、それじゃ形崩れちゃうもんね。あ、はいはいはい、はい、なんか空洞が開いてて、押した瞬間にインクがつくみたいな。なんかここにインクの元があって、本来は離れてて。つくときにウニュニュってなる。まあ、違うみたいなので、本当はもうこんなんがこう高圧力すごい量を入ってる。シーズンの限定。押した瞬間にバーンってなる。はい。バーン。怖い。怖い。わかった。こっそり夜おじさんが新しい自然体にしてるここであってほしいわメルヘンクイズ押すと同時にその押した液も吸い上げてるから無限に循環してるあ最小限に抑えてるみたいなそうそうそ う, そう違いの低い距離でもえちゃう生で無限じゃないじゃんもう大丈夫です。あなたは二度とシャチハタのことを話さないでください。裁判に備えましょう。シャチハタと。
絶対勝てないよ。絶対勝てないよ。そうじゃない。クイズにならないのにした。あれだ。ちっちゃい穴がいっぱい開いてて、ずっとその表面張力でちょっと出てる。正解。やった。すごい。ちっちゃい穴が開いてる。ゴムがスポンジ状になってて、でそこにこうインクが染み渡ってるからスポンジ状になってるから何回も押せるみたいな。あ、そうそうそう、だからそう。え、嘘。なんでなんで。え、これは違う、俺らがバカだった。バカ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 。今お前らが悪いと思って。珍しいケースを作られたから。俺らがバカだから。でなんかすごい、なんか作り方すごいんですよ。なんかそのスポンジ状のゴムを作るんですよ。あ、そう。どうやってスポンジ状のゴムにするでしょうか。なんだお前。スポンジ状のゴムっていうのはよくわかんないよ。はいはいはい。いっぱい引っ張る。違う。特許じゃん。スポンジゴム。お、スポンジゴム。2分だ。2分。はい。ハンバーガーショップ。違う、スポンジゴムの話。スポンジゴムの話やめて。職業忘れました。スポンジゴムの話やめて。はい、はい、ちっちゃいスポンジくっつけて。違う、もうゴムはゴムゴムなんで、ゴムです。ゴムで、そのゴムをなんとかしてそのスカスカ、いっぱいいっぱい穴をスポンジ状に作ってるっていう。ゴムだけど、その吸水性があるみたいな。ああ、ああ、に、だ、意味分かってる。ちょっとずつ意味分かってる。どうやる？ん？分かんない。はい、はい、これだ。ゴムの中に塩が入ってて、塩、ほら。ビットワールドみたい。塩分濃度が高いとさ、そっちに持っていかれる。水がシュッて入るじゃん。だからほら、ナメクジがさ、溶けるじゃん。その色。持ってるわ。どこに先肌あったの。持ってるぞ。塩と舐めくじしか出ない。塩と舐めくじしか出ない。だから塩分濃度が高い塩が中に入ってて、インクが塩分濃度がその塩より低いからシュッって中に入るようになって、そのゴムの。何言ってんの。吸収されるってことだよね。そう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 。でもその、じゃあ穴を開ける方法じゃないの今。問題の部分で。ね、どうやって穴開いてる。だどうやってその状態がゴムになる。それゴムになった後の凄さの話だから今関係ないんですよ。お前ダントツで見ちまえばじゃねえか。スポンジ状ってどういうことなの。俺だから当てたよ。当てたから聞いちゃった。俺はいっぱいただ穴が開いてると思ってたけど、スポンジ状じゃないじゃんそれって。いやいや、でもいっぱい穴開いたら、いっぱい穴開いてて、そこにインクが染み込んでってから何回も押せるようになる。あ、はい、はい、そのゴムを砕いたのをまとめた。ああ、違います。でも、ま、多分砕いてまとめはするんだけどっていう。ん、砕いてまとめはする。え、あのちっちゃい穴をいっぱい開ける方法を考えればいいんでしょうか。そうです。手作業。違う。針。違う。針じゃないのこれ。あ、硫黄とかなんか。溶けるやつ。バカが科学を言い出してる。バカ二人が科学を言い出してる。なんか溶かす系とか。でもさっきすっげえ惜しかったんですよ。どれ？タオちゃん。そう。あんなにバカにしてたから。なんか正解言い出すのかと思ったら全然違うこと言い出したぐらいの感じ。じゃあ塩の時点でちょっと教えて。え、すごい。この先に結構重大。先になんかこうつぶつぶ状のものを入れて、それでゴムを固める。でそれで抜く。つぶつぶ。うわ。あ、なんかすごい近い。すごい近い。難しい。どうやってそれを。いかるの。いや、スポンジゴム入れてくれたらじゃないですか。スポンジゴムやってください。いや、だめ、ニコニコしてる。はい、はい、細けえ、なんか玉みたいなのを詰めて10人
ゴムみたいな、銃みたいな。で、ゴムをバーって打ち抜くと、バカな人打ってるの。いっぱい穴みたいな。バカな人打ってるの。なんで銃じゃなきゃいけないの。銃みたいなの。銃みたいなやつ。みたいなとかじゃなくて、物を言ってほしいな。あ、そういうこと。何かを使ってる。何かを使ってる。塩化粧。お？うお？お？銃に詰めて。銃に詰めて。塩の結晶。塩の結晶って何？はい。カップヘッド。カップヘッドは違うゲーム。ゲームです。難しいゲーム。スポーツみたいなゲームの話すんだ。アニメ、目の前にアニメあるから。コミ。目の前じゃない。目の前見てるから。うるせえな。目の前でカップヘッド見るなよ。マジいいから15分。マグマのね。見てみ、みんな見てほしい。マグマのカップヘッド。何だろう。タムちゃんが欲しい。モンって言ってました。それをどうする。え、塩の化粧ってんの、うん、すごっ。塩をどうにかして、そうしたらできる。塩をまぶして油で揚げる。美味しくなっちゃう。あ、ボケとツッコミの化学反応って。やめろよ。やめちゃおけ。ボリューム感のハサミ打ち。ハサミ打ち。こっちにハサミ打ち。赤と青のなんでだろう。遅れてきた反抗期。それはさ、遅れてきたルーキーじゃなくて。いや、これカンニング。あー、そうなんだ。僕が言ったルーキーは誰だっけ。爆笑問題だっけ。違うかも。ファーストの格段とか。あ、ごめんなさい、もうボキャブラ天国の話。こんなんはいいんだって。あー、前田入れまな。絶対知ってるのに。塩なもうお笑い人って。塩の結晶を塩の結晶をゴムでコーティングして、はいはい、で熱する。あ、違います。冷やす。違う。凍らす。違う。塩の結晶を型にしてゴムを流して固めて塩を溶かす。塩を溶かす。なんか肌きそうだもんな。その入れてから型になる。あ、もうでもほぼ正解です。なんかわかんない。切れ味悪いな。私たちは悪いのかな。いや、僕も申し訳ない。答えを教えてる。塩とそのゴムをなんかこう混ぜるんですよ。あ、もう溶けてる状態で。で混ぜて、うん、でそれで固まるとその塩の結晶がこういっぱいつぶつぶになって入ってるゴムができるじゃないですか、うん、それを水に入れて溶かすんですよ。塩をね、はい、そうすると塩の分穴開くんだ。食塩水で溶けるから、すごい、すごい、すごい、出せった。それがシャチハタに入ってるんだ。たまれ。何締めのコメント。私が言うたら手柄をさ。私がとか言ってる。私のシャチ。私がシャチハタだ。わっしゃいがシャチハタだ。わっしゃいがシャチハタだ。かわいいな、それ。面白いクイズだった。いいね、これ。ちょっと今度さ、日大王やろうよ。日大王やろうよ。藤原も出ていいよ、日大王。藤原付属こうなったね。あ、じゃあいい。資格あり、資格あり。バカの資格あり。終わりましょう。終わりましょう。これは何日分？5月6日分？6日分。今日は。あら。ゴムの日ですね、ちょうど。
すごい気づいた人いるかなこれなんかゴムの話してるなじゃない、あなた正解です超難問ファインプレあれですね、東京センターマイクありがとうございました。あ今日ですお疲れ様でした。何をやったんでしょうか、僕たちは。マジでハイパー滑った可能性もあるな。漫才ライブも全然呼んでいただければ出るんで、まあ、おもろいしな。まあね、あ終わりましょうよ、もう。はい、うん、私も宣伝して。あ、どうぞどうぞ。ここにタイトルなんか告知があるみたいな。ここにタイトルを入力、シャープ4に出ました。 TVer やってるので見てください。あれ出たの？これ、もう流れてます。いいな。5月2日オンエア分だったので流れてて。どんぐらい出てるの？うーん、もう出れてるから言うけど、ドラマ自体まだ見てないのに。4番目ぐらいに出てます。見よう見よう。楽しみ楽しみ、うん、全部内緒で出るまで内緒なやつなので。そっか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 、そうだよね、アルバムでそうだね。ここまでで、うん、見てください。今日ツイートしちゃいよ、すまん。怒られるじゃん。怒られたくない。じゃあ、その他最後、なんか嘘の告知してもらって終わりましょう。はい、来週ですね、縁もあって、東京で釣りができるなんてっていうね、釣り番組来ました。釣り知らないやつら集めて、船乗っけて、とりあえず出すっていう番組なんでね、ぜひ楽しみにしてください。危ない釣り番組。誰が出てるんですか？これはまあ、俺と、他誰か、まあ、ゼモンキーの。あ、そうですね、ゼモンキーさん3人と2人とも、ね、です。いや、もうずっと1人です、ね、ゼモンキーの3人で楽しそうね、ぜひ見てください。うん、終わりましょう。はい、また来週です。ありがとうございました。ありがとうございました。